はい、おはようございます。森山ひろしです。えって思ってる方もいらっしゃるでしょう。前回の動画ではバスで新門司港まで行きフェリーに乗せてましたよね。なのに今僕は北九州空港へやってまいりました。え北九州空港初上陸です。なぜ北九州空港にやってきたかと言いますと、昨日のフェリー本当は僕も一緒に乗る予定だったんですが、満室、お部屋がなくてバスだけフェリーに乗せて東京に向かってるわけなんですよね。そして今日の、夜の9時ぐらいに横須賀港に着きます。なので僕は今からこの北九州空港から飛行機で東京羽田に行き、バスを取りに行く予定になっております。さあ、バス運転士森山の日常2日目はここ北九州空港からスタートとなります。それでは今日も元気よく